アラン・アルダは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、監督。t v b シリーズ、マッシュでのホークアイピアス役で有名である。アルダは、ニューヨーク州ニューヨークで、イタリア系及びアイルランド系アメリカ人の家系に生まれた。本名は、アルフォンソ・ジョセフ・ダブルッツォ。父は有名な俳優ロバート・アルダで、母は、ミス・ニューヨークになったことがある。アルダは、 1956年にフォーダム大学を卒業後、米国陸軍に入隊し、朝鮮戦争後の韓国で法術将校として兵役を務めた。また、卒業の翌年に結婚し、三女を設けている。妻のアーリーン・アルダは、写真家、児童文学作家、クラリネット奏者として知られている。マッシュに出演した11年間に、 アルダはエミー賞に21度ノミネートされ、そのうち5度受賞した。彼は同じシリーズでエミー賞を演技、脚本、監督の3部門で受賞した初めての人物である。彼はマッシュの20本の脚本を執筆し、30本を監督した。彼が監督した作品には、テレビドラマ史上最高視聴率を獲得した2時間半にわたる最終回グッバイ。 フェアウェルアンドアーメンが含まれている。ありがとうございます。